県内の陶芸家の力作が集まる第36回愛媛の陶芸展が26日、松山市港町5丁目の伊予鉄高島屋で始まりました。陶芸展は愛媛陶芸協会と愛媛新聞社が毎年開いています。開店式で愛媛陶芸協会の酒井良と会長が、多くの作家が日々研鑽を重ね、 地域が誇る伝統工芸の担い手として活躍してきた今回も力作が集まったと挨拶しました今回は教会の会員42人が工芸作品と生活陶磁器の2つの部門に合わせて121点を出品しました会場にはとべやきらしい清白寺の器のほか新境地を開こうと作家が趣向を凝らした造形作品などが並んでいます 最優秀の愛媛陶芸協会賞に輝いた川端一海さんの丹王子山帽子門九寸組皿は、器の形や夕食などのバランスが良く、完成度の高い仕上がりとなっています。愛媛の陶芸展は30日まで開かれ、期間中は毎日午後1時から受賞者による焼き物トークが開催されます。